今日のモカツは SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ。今回はナンバー275ガンダムフォース絵巻武者列伝の竜神同士ニューです。以前に制作したキットをシールで色分け対応をしていたところを含め再塗装作り直しをしました。その1の動画軽装タイプを制作します。早速塗装の様子を見ていきます。まずはパレホのモデルカラーミディアムオリーブをスポットで入れました。ゴールド下デルカラーのベースレトリビューターアーマーです。粘性の高い扱いやすい塗料です。頭部胴体脚部腕部バックパックに塗りました。このパートでかかった時間は約50分の塗装でした。パレホのゲームカラーブラックです。ニューのメインカラーの一つなので脚部腕部など新たに黒に塗る箇所に、塗料は水性アクリルの下デルカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。使用したカラーごとに見ていきます。今回の塗装で使った塗料はこちら。同じくパレホのゲームカラー赤のブラッディレッドです。胴体腰部に主にマットな質感の水性塗料です。白パレホのゲームカラーデッドホワイトです。純白カラー、このカラーは主に新たに白に塗る箇所に使った粘性の高い隠蔽力の強い塗料です。パレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料、明るいカラーで色数も多く全般的に粘性が高くて隠蔽力が優秀なのでフィギュアやプラモデルの塗装にとても扱いやすい塗料です。そして成形カラーをそのまま生かすパーツには下デルカラーのテクニカル、マットな質感に変える透明塗料ストームシールドを使いました。粘性の高い塗料ゆえ水で溶いてできるだけ薄めた状態で塗り入れました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成。色塗りが終わった各パーツを組み上げていきます。この動画パートでは軽装タイプを組み立て。BB 戦士はガンダムシリーズのモビルスーツを2、3等身で表現、リフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ、1987年の発売開始。バックパックをつけたところまで。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー275ガンダムフォース絵巻武者列伝の竜神同士ニュー軽装タイプをリペイント、次回その2の動画で残りのパーツを塗装、武者形態そして守護獣の飛竜を作ります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録高評価引き続きの応援のほどよろしくお願いします。